チューブをご覧の皆さん、こんにちは。ホールドラフトです。今日はあのマリオメーカーでおなじみの相澤直人先生にお越しいただきました。好評発売中相澤先生ってマリオメーカー職人になろうと思ったきっかけって何ですか？そうですね、あの小さい頃からファミコンでね、スーパーマリオっていう あのマリオ大好きで、ワープゾーンを使わずに8の4まで何分でクリアできるかとかやってたんですよ。小学生の時ってさ、あの自由帳みたいなのないでも、あれに友達と一緒にマリオのステージを想像して超書いてたんですよ。1の1から8の4まで自分だったらこうするみたいなね。もう小学生時代の時からから志してた。でも昔からの夢が叶ったと。叶った、じゃあ今までの人生で、もう一番影響を受けたシリーズってのあるんですかね？スーパーマリオ3です。スーパーマリオ1っていうのはパパッパッパパッ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 パこれがね、あのスーパーマリオ3 の、 あのフィールドの音楽なんだというふうに思ったら、1の2か1の3か忘れたんだけども、音楽が変わったんですよ。タラタタ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 タラパンパパンパパンパパ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 パ地上なのに。で、あれ、ね、伏線ですみたいな。タナナナナナ、ちょっとダメ。せーの。タタタタタタタいや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 ってこうね、対戦術みたいなのが入ってきて、もうそれが感動的で、あれ土管から出てくるクリボーで、あの尻尾マリオになって無限増殖できるの。無限一気。要するに土管からあのクリボー出てくるでしょ。ピコってやってジャンプして、尻尾でポンポンポンってやってる間に次のクリボーをポンってこれをずっとやってる、やってあのね、あの無限増殖してる間にその音楽をもうずっと聴いてたんだよね。まあそういう意味で一番尊敬しているあのマリオはスーパーマリオ3さんです。なるほど、ありがとうございます。いつも僕らがその苦労してステージ挑戦してるじゃないですか。頼みましょうか。ああいう難解なコースっていうのは作る作ステージにおいてどういう瞬間に思い浮かぶ、やっぱ天から降りてくる。そうね、なんていうかね、マリオメーカーにずっと向かっているから思いつくってわけではないんですよ。なんですけれども、あのそういう時間を確保することは大事で、例えば電車に乗りながら天から降ってくるとか、ドライブしながら天から降ってくるとか、まあ、ただそれが生まれてくるためには普段からその時間をある程度確保して、5000じゃない、画面に向かっている時間っていうのをあの増やさないといけないなっていう努力はしてますよね。この場合ね、性格が性格なのでね、ちょっとおとといじゃない、あの初見には難しいっていうね。すいませんね、いつもあの僕の作ステージに対して愛情を持って取り組んでいただいて、本当に音楽家冥利につきます。いつもその苦労して作ステージしていただいた曲じゃない、あのステージを我々がいつも初演させていただいてるんですけれども、あの動画っていうのはどういう風に見てるんですか？まずはね、いつもあの本当に移植をいただいてありがとうございます。移植してくれた段のことを考えて書いて書いてなんかあのますので、ね、どういう結果が出てくるか、どういう、ね、作品になるのかっていうのはいつも注目してるんですけど、大体思った通りのところで思った通りの終わり方をしてくれて、ここは盛り上がるだろう、クライマックスだろうっていうシーンでちゃんとこうあのそういう作りになってるので、あの作者にとって良い、プレイヤーだというふうに僕は思います。ありがとうございます。え、じゃあ今まで作ったその組曲あじゃなくて、あのステージの中で、一番あの思い入れのある作品っていうのはあるんですかね？なるほど、そうですね、どれもね思い入れがあるっちゃあるんだけれども、ステージというよりはあのその曲じゃないや、その、サックステージしたあの中のワンシーンっていうのかな、このシーンを
作してするのにすごく思い出に残ってるなっていうか、そういうことがある。例えば僕 のステージでよくあるプレイ始まると、うん、バネが起こってきてビヨーンと落とされるとか、アイゾーシステムはいアイゾーシステムってこう名付けてくれたんでねえぇこれやってみましょう。あどっちしようかあれを作ってる時のこの僕のドヤ顔ね、うん、あれをちょっと見せてあげたいよね。でもねステージとしてはやっぱりねファインドザグリーンっていう、うんうん、何がグリーンなんだと、うんうんうん、結局あのほら何ツール何なんて言うんですか、ま、スタ、うん、あれがファインドザグリーンなんだ。なるほど、ね、トントンね。なるほど、まあその前にもねヨッシーとかいっぱい出てるね。ヨッシーほとんど使い捨てみたいな、かわいそうなよっ。本来の意図としては僕らはそのファインドザグリーンっていうのはヨッシーのことだとわーわー騒いでたんですけど、うんうん、じゃあ本来の意図としては途中で出てくるツタ、まあね、まあ、どう取ってもらってもいいんだけど、うん、僕にとってはそのつもりだよ。なるほどなるほど、その解釈もね、その仕方がいっぱいあっていろんな演奏があっていいと思う。そうですね、なるほど、うん、噂によると僕らが頑張ってクリアしたそのルート以外にすごく簡単なルートがあるっていうふうに聞いたんですけど、あれはね、インターネットにステージをね、公開する前に自分でクリアできないといけないんですよ。要するにクリア不可能なステージは上げられない。でね、僕はめんどくさくて自分だけが分かる、自分だけが簡単でクリアチェックでクリアできるルートを作っておいたの。よくあるんだけどね、書いたはいいけど歌えないみたいなね、うん、このなんていうの、オシアっていうかな、演奏不可能な場合はこちらでっていう自分のためのしかない僕らにはその難しい方をプレイさせておいて、そうそうそう、クッパに行く直前のね、あそこは僕はクリアできるか検証してないの。だから動画を見て、あ、できるんだと思って確かうん、素晴らしいね素晴らしい、いい演奏家だわ